お世話になります、一人でございます。今回は色違いモロバレルがもらえるということで、その情報を共有させていただきたいと思います。これはなぜもらえるようになったかと言いますと、ポケモントレーナーズカップというものが行われたんですが、そこで出場する、かなり強いと言われている選手がモロバレルを使用してるとのことでもらえることになったみたいですね。で、受け取り期間については8月9日から8月10日の23時59分までということで、非常に短いですね。実際起きてる時間とかで考えたら24時間ぐらいしかないという、非常に短い期間となっておりますので、すぐに皆さん手に入れましょう。はい、でやり方についてはいつものね、配布の時と同じような感じで、不思議な贈り物からですね、不思議な贈り物を受け取るでございまして、シリアルコードで受け取るって感じですね。で、このシリアルコードについては、そのイベントの名前みたいな感じになっておりまして、 TRAHNERSCUP となっております。 Trainers Cup ということですね。それで、OK を押しましょう。これでもらえるはずです、おそらく。はい、あ、出ましたね。で、今回韓国のイベントなんで、韓国語で表示されてるっていうことですね。いや、これ何のもろばれるか分かんないですね。多分この選手の名前かな、多分。OK、 これで受け取っていきましょう。うわ、すげえ、金ピカ光って、はい、これはいつも通りですね。何の変哲もない箱ですね。はい、これで受け取っていくいいっすねこれは明らかに色違いって分かるような色違いなんで、非常にね、いいんじゃないかなと思います。はい、これでもろばれるを受け取りましたとなるわけですね。はい、じゃあもろばれる見ていきましょう。あ、こいつ 4V ですね。攻撃と素早さがダメかもになってるんで、理想個体なんかもしれないですね、一番の。じゃあ中身見ていきましょう。そういうとこもちゃんと考慮されてるみたいですね。で、プレシャスボール、ですので、これはまあそもそもこれ自体で珍しい、でさらに色違いで珍しいって感じですね。しかもコリアン製、つまり韓国製なんで、そこもいいですね。で、持ち物が気合のたすきでございまして、まあこれも対戦用になってるっていうことですね。で、親についても、先ほどのちょっと読み方わかんないですが、韓国の選手の名前かな、となってるわけでございます。特性は再生力でございまして、手持ちに引っ込むと HP が少し回復するというね、ちゃんとここも考慮されてるわけでございます。努力値についてはまだ振られてないっていう感じですかね。で、内容は、クリアスモック、キノコの奉仕、守る怒りの粉というなっております。まあそうそうたる技でございますね。はい、それでこっちは生意気な性格でございまして、2020年8月9日にバトル大会でレベル50の時に運命的な出会いをしたようだになるということですね。この表記もめちゃめちゃ珍しいものになるんじゃないでしょうか。普通に不思議な贈り物でっていうことにならないんですね。そこがいいですね。で、リボンもついておりまして、イベントリボン、ポケモンのイベントに参加した記念リボンとなっておるわけでございます。つけた時の名前、イベントに参加した、わかんない、ちょっと読み方わかんないですけど、まあ韓国語で書かれてますね。イベントに参加したモロバレルっていうことですね。そんなね、モロバレルが手に入れられるわけでございます。はい、で、ポケモンキャンプで見てみますと、こんな感じでちゃんとね、モロバレル結構ちっちゃいですね。ネギがないというよりちっちゃい感じなんだ。まあ、とりあえずこんな感じでね、出てくるわけでございます。ということで、今回は色違いモロバレルの配布についてご紹介させていただきました。人間の活動時間的に考えれば、こいつは24時間ぐらいしか配布されてないと同義でございますので、皆さん急いで手に入れることをお勧めいたします。しかもかなりバトルとかでもね、使えるような個体なので、そういう意味でもね、ゲットしておくのはいいんじゃないでしょうか。ただこいつをバトルで使うなら、戦略はモロバレルでしょうけどね。